十字架を持つイタリアトゥッリタリソルジメント機の絵画。ハプスブルグ帝国への反乱であるミラノの5日間で、殉死したイタリア人を傷んで描かれた。イタリアトゥッリタは、イタリアを擬人化、もしくは空位化した女性の姿である。トゥッリタとは、党のを意味する。類似の概念として、ゲルマニアやブリタニアがある。イタリアを擬人化した女性として描く風習は、古代からあり、特に、 イタリアを本土とするローマ帝国が成立してからは、盛んに貨幣や立像などに、女神として描かれた。イタリアを象徴する女神は、石積みの城壁と等が、感情になった王冠である、城壁館を頭上にいただいており、これは、共和制時代からの伝統である、市民権制度を意味していた。城壁館は古代ローマ文明が滅んだ後の中世、時代においても、 上記の市民権制度を象徴する意味合いから、上格都市や自由都市で盛んに描かれ、現在のイタリア共和国における地方自治体のいくつかでも、市や町の紋章として受け継がれている。イタリアトゥリタ自体も、中世、近世に受け継がれ、ミラノコールドビーコス・ホルツァが、自らの城に、イタリアトゥリタを描かせている。この時代のイタリアトゥリタは、 地中海地方の人々の典型的な特徴を有する若い女性として描かれ、体格は豊満で顔色は赤く、生き生きとし、髪の色は黒か、茶色、優美で理想的な美しい顔立ちをしている。近代に入ってイタリアで民族主義が高まると一層に描かれる機会が増え、イタリア統一が達成された後は帝国主義的なプロパガンダで使用されることも多かった。一方で、 共和主義の象徴としての立場もあり、第二次世界大戦後の王政廃止をめぐる投票では、共和派によってもいられ、現在のイタリア共和国でも、肯定的に扱われている。城壁館以外に手には、数塚のトウモロコシの実を持つこともあれば、正義を象徴する秤りと剣を持つこともある。リソルジメント後のイタリア王国では、サボイ家の赤十字がドレスに描かれ、 イタリア国旗を手に持っている画が,が多い。ファシスト等の独裁体制の時期は古代ローマのリィクトルたちが捧げ持った権威の象徴であり、ファシズムのシンボルともされたファスケズを持っていた。またイタリアとリタの頭上に五芒星が光を放っていることがある。この五芒星はステローネディタリアと呼ばれ、古代のイタリアの世俗の象徴物であり、国家の守りの意味を持つ。 イタリア王国成立以前のイタリア統一運動に使われた図像では、イタリアとリタの図上には白い星が描かれ、1948年に制定されたイタリアの国章ではこの白い星が大きく描かれている。ありがとうございます。